アドベベンチャートラベル、聞きなじみがないなと思ってたんですけど私はあの海外に行った時に自分が知らず知らずのうちに体験していたっていうことが今日の,あの K ナビでよく分かりました。例えばカナダの,その国立公園のほんとすぐ近くにある宿に泊まったりとか例えばそこは、うん、と夏は飛行機水上飛行機で冬は氷。 が湖の氷が凍るのでこう車でたどり着くような本当に携帯の電波も届かないようなところで過ごすんですよ。でそこはやっぱりカナダは厳しいので国立公園のちょっと脇範囲から外れたところにある宿だったんですけどでもすごく自然が体験できて素敵な場所だったりあとニュージーランドであの夜森をトレッキングしてでそこで原住民のマオリの方の歌をこの 夜空に響くような歌声を聞いたりとか確かに海外は結構進んでるんだなっていうのをあの自分が体験してるっていうのも含めて感じましたね,そうですねやっぱりそこでしか体験できないことだったりあとそこで体験することでまたそこに住んでる人はこういう暮らししているのかなとかこういう歴史があったのかなってすごいいろいろ想像できることも増えるので。 なんか、それがすごく楽しかったし、海外にもいろんなモデルがあるので。もうちょっと、それを参考にして、北海道も <laughs>。やったら、もうすぐツアーできるんじゃないかなと思いました。ちょっとぐらい高くてもいいかなと思うぐらいですか。もう、そうですね。もうわざわざそこに行ってるので。あのー。 あの移動も大変じゃないですかでわざわざそこに行ってるので全然高くても逆にまたそのために来るっていうのは大変だしもう行った時にせっかくだから体験しようっていう,こう気持ちになりましたね。もう全然負けてないと思います <laughs>。